はい、皆さん、こんばんこんばは。んは。はい。いや、始まりましたね、今週も。今週も、はい。今回もってこ今とで回も始ね。まりました。はい。2週間ぶりということで。今、4連休の最後の日ですよね、今そう、日。最終日ですよ最終日ね。ですね。いやー、カツオさんは4連休は変わらず。変わらずで。なんと私、昨日ですね、32お。歳を迎えまして。おめでとうごあざいりがとうます。ございます。いや、ごめん。なんか、本当はね、この7時半から、お家でカラフルトークが始まる前のこの5分間のうちに、私の方からおめでとうって言おうと思ってたのに、まさか自分から言って、いや、まさか自分から言ってそうしなんですまっよたので、ね。本当にごめんねって思っているんですけれあ、どいえも、いえいえいえ、はい。そうなんです、そうなんです。いや、30、昨日はい。迎えましてですイね。エイ、お誕生日、カツオさん、おめでとありがとうございます。うございます。タンタタン、あ、そういう、タンタン、いや、そうなんですよ。なんで、はまあ一応ずっと仕事してたんですけい。ど、うん。はい、休み関係なく、はい、まあ、あはい、はい。りがたいことに、お店にね、お越しになってくださる方のうん。いろんなメッセージをいただきまして、改めて、ご一緒させていただいているなっていうのを実感できた連休でしたね。はい。はい。だから、どうですか？こう、30歳を過ぎるって、なんか、当時の、中学生とかね、高校生の時の私たちって、30歳の自分って想像できなかったなって私思うんだけど、カツオさんどう？や、本当そうですね。なんか、全く想像はつかなかった。確かに大人になっている想像が全然できなかったかもしれないですね。なんか、あっという間に過ぎちゃったね。というふうに過ぎちゃっ過た。ぎちゃった。ここ一応同い年なんですけそうですど、君ね。と僕は。はい。まあ、ちょっとオッチーが早生まれだからそうね。なんです。まだ31歳の、ちゃんとこれからも長いとは思うんですけど、もう32歳ですよ。なんか本当に、私も自分が中学生、それこそ、中学生、高校生の時、ね、自分が30歳の時は、なんかもっとこう、大人なのかなって思っいや、ていそうただのよですけね。ど。そうだよね。おかしいな、みたいなところもありつつ。でもなんか年を重ねるごとに私は自分らしく生きていけてるような感じがしているんですけああ、でど。もそれは僕もそうかもしれないあ、本当に？です。なんか、まあありがたいことにね、お仕事もさせていただいたりとか、もうそういう意味で言うと、なんかどんどん、肩の力が抜けて、なんかもっと入れなきゃダメだよって部分もいっぱいあると思うんいでや、すそうけだど。った。いいとそ思こう。はもっと肩に力入れて頑張れよみたいなね、そんな部分こともあない。るかもしれないですけど、自分らしくは過ごせてるかなと思いますね。今ね、なんかカツオさんから、仕事って話が出てきましたけど、まあ、今夜のテーマが、なんと、働くというところでね。そうなんですよ。働くテーマにね、やっていますけど。なんだか、あれだよね。こう、私たちも社会人になって何年経つのかしら。いや、だから僕は、カウントが12難しい。年、12 12年ぐらい？もう10年と年経かったってな。感じなのか。いや、そう考えるとね、この10年間も、こう働くってことに関しては、いろんな葛藤が、そうですよね。改めて振り返るといろいろあったなと思っているので、あ、まあ、こう、どうぞ。いや、働くっていうテーマ、まあ、もちろん僕らセクシュアルマイノリティだったりする方もそうですし、本当誰もが、ね、考えるテーマではあると思うからね。なのでね、なんか、私も活動も、いろいろとこの10年間、社会人10年、あれちょっと忘れちゃったけれど、まあ、まだまだ、ある意味これからな部分もね、たくさんありますし。まあ、いろいろ悩んできたこともあるし、だからこそね、見えてきたものもあると思うので、まあ、それをちょっと振り返る機会に今回なるのかなと思っていて、まあ、今夜のゲストも、スーパーゲストのお二人に来ていただいているので、なんかそれぞれの、視点からいろんな働くについてお話しできるのかなと、今夜もすごく楽しみですね。もう早速20人の方が、もう、このライブ配信に、見てくださっています。ありがとうございます。ありがとうございま皆さんお元気ですす。か？
ぜひぜひコメント、YouTube、Twitter それぞれですね、感想でもいいし、コメントでもいいですし、質問でも受け付けておりますので、自由に、コメント打ってもらえたら嬉しいなと思っています。ということで、7時半になったから、なったから、はい、おうちでカラフルトーク始めたいと思います。イエーイ。パフパフ。やっぱりこれに落ち着いてしまう私たちなんですけど、はい、はい、皆さんこんばんは。おうちでカラフルトーク第6弾が始まりました。はい、よろしくお願いします。はい、まず最初におうちでカラフルトークについて紹介させてください。はい、このおうちでカラフルトークは、コロナウイルス感染拡大の、状況下でも安心してつながりを作り、前向きな未来を語り合えるような居場所づくりを目指すために、LGBTQ ユース応援プロジェクトとして、レインボーユースコミュニティを、プライドハウス東京とリビットが共同で始めました。おうちでカラフルトークは、その一環として、各週でライブ配信、YouTube と Twitter で行っています。ということで、今日は第6弾なんですが、はい、おなじみの2人です。はい、自己紹介させてください。まあ、じゃあ私から、皆さん改めまして、こんばんは、オッチーです。私は今、NPO 法人リビットで働いています。もともとは、高校で教員をしたり、学習塾で働いたり、学童保育で働いたりと、小学生から、高校生まで現場で関わることが多かったんですけれども、やっぱり、子供の味方になってくれる大人の輪を広げたいと思って、今はリビットで働いています。よろしく。私の好きな食べ物はアボカドです。よろしくお願いします。これ言わないとね、閉まらないの、自己紹介。いや、それいつも謎なんですよね。なんか、アボカドは言わなきゃいけないんです。アボカドはね。アボカド大事な要素なんで、ね。大事大事。はい。じゃあ、私の方から自己紹介させてください。私、染谷勝夫と申します。みんなに勝夫って呼ばれてる皆さん。はい。普段はですね、飲食店で働きながら、まあ、こういった啓発活動、周知活動など、参加させていただいてます。で、僕もですね、もともと、リビットに入ってたこともあって、まあ、こうやってね、モッチーとか一緒にやらせていただいたりとか、今、楽しくやらせてもらってますという感じです。よろしくお願いします。はい、そうなんです。カツオさんと私はもともと、バーで一緒に働いてた。そうですね、カフェ&バーで働いてた仲間で、はい、もう7年、かれこれ7年ぐらいのお付き合いになるので。いやー、そうだ、早いね。ちょうどだから僕は、さっきもちょっとお話しさせてもらったんですけど、昨日、32歳の誕生日を迎えまして、で、いろんな過去のやつが出てくるじゃないですか。あ、これまでの誕生日ね。そう。だからちょうど7年前ぐらいかな。一緒に、お祝いしてくれて、なんかね、朝ラーメン食べ行ったね。朝方のラーメン美味しいんだよね。はい。そんなこともね。はい。はい、はい、そんなお付き合いの二人で MC を司会として送らせていただきます。ということで行きましょうかね、はい、今夜のゲストを、紹介させてください。ではお呼びします。はい、やっくんと木田さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は働くということでね、お二人を、お声掛けさせていただいたんですけれども、じゃあ木田さんの方から、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。こんばんは皆さん。私は、名前は木田森明で、もともとはですね、25年ぐらい前に就職活動をして公認会計士になったんですけど、今は経営をしています。日本では約8000人ぐらいいるのかな、そういう会社で、セクシャリティとしてはゲイです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではヤク、はい、お願いします。ヤクシミカです。よろしくお願いいたします。ヤクンって呼ばれています。僕は社会人今8年目で、このリビット、認定病法人リビットっていうのを、立ち上げて、そこで、代表をやっています。LGBT を含めたすべての子供が
ありのままで大人になれる社会になったらいいなということで、こう学校現場の啓発とか、あとは、LGBT の就活生の支援3000名ぐらいとさせていただいたりしていて、みんなのキャリアの相談乗らせていただいたりしています。と、私自身はトランスジェンダーで、もともと女性として生まれて、男性として、17歳ぐらいからかな、生活をしています。うん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、さっきごめんなさい、ちょっと自己紹介のところで、まあ、我々 MC のセクシャリティがちょっと抜かったかなと思うんで、ちょっと改めて、補足情報として、僕も今、ヤック君がおっしゃってたトランスジェンダーということで、もともと女性として性を授かったんですけども、今は男性として、ね、生活しているトランスジェンダーです。で、僕はかつバイセクシャルという、セクシャリティですね。はい、私は男性も女性も恋愛対象になるバイセクシャルです。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、ちょっと抜けてしまったんですね。はい。じゃ早速トークに行ってきましょうか。そうなんです、そうなんです。まあ、働くということでね、誰もが、みんな考えたことがあったりとか、日々向き合っているテーマだと思うんですけれども、まあ、お二人がね、今までどうやって、ご自身とまずセクシャリティの部分だったり向き合ってきたかっていうのをまずね、お伺いしたいんですけれども、セクシャリティに気づいた時期というか、いつ頃、木田さんとかは気づかれたんでしょうか。そうですね。もともと多分10歳ぐらいに、まあ、男性っていうか男の子、学校で男の子の同級生とか先輩に憧れてたって気持ちはあったんですけど、私がその10歳っていうと、もう70年代後半、1980年代っていうとこなので、うん、LGBT とかゲイとかレズビアンとかそういう言葉自体があんまり、うん、まあもちろん学校では使われてないし、テレビとかでも言われてる言葉じゃなかったので、自分のそういう気持ちが、思った方が他にいるのかっていうことも分かんなかった、そういうとこ行く時ですね。なんでもう、で、親にカミングアウトしたのが16歳なんですけれど、その間には、結構いろいろさっき、オッチが言ってた、その葛藤というか、いろいろ大変な時もありました。はい。そうですよね。だって、また僕らが、なんか過ごしてきた年代とは、ね、全然違う年代でっていうのは大きい部分ではありますよね。ヤックンはどうですか？いつ頃気づかれたというか。そうですね、トランスジェンダー男性でパンセクシャルなんですけれども、自分がこうトランスジェンダーかなーっていうふうに思い始めたのは小学校6年生くらいの時で、金八先生っていうドラマで、まあ、性同一性障害って当時はと言われてたんですけれども、性同一性障害の役を見て、ああ自分これかもしれないっていうふうに思ったっていうのが小6の時でした。でもなんかこうドラマの中だとすごいいじめられてたりとか、なんか声低くするために喉フォークで刺したりとかしてて、なんかすごい大変だなと思って、中学行ったらこんなにいじめられちゃうのかなと思って、まあすごい心配で、で、当時、今に唯一あった、こう、パソコンで、性同一性障害って調べたら、まあ、嘘の情報ばっかり当時いっぱい出てきて、例えば、こう、今日のテーマにも関係あるんですけども、働けないみたいな情報がすごい多かったんですよね。そう、から、こう、小6の時の自分がトランスジェンダーであるっていうふうに自分で認めてしまうと、働けないんじゃないかっていうふうに思って、まあ、すごい心配だったっていうのが、まあ、小6の頃かなと思います。でそれからこうバレないようにバレないようにできるだけ女の子らしくしなきゃっていうふうに思いながら、まあ高2くらいまで過ごしていたんですけど、やっぱりもうすごく限界だなって、もう難しいなっていうふうに思う出来事があって、それからまあ友人にカミングアウトして、まあいいじゃんって、役者役者だからいいじゃんって言ってくれた言葉をきっかけに、あそっか自分らしくしてもいいんだなと思って、少しずつこうカミングアウトしたりとかして生活するようになったっていうような感じです。そうなんですね。あ、ごめんなさい。ちょっとヤックンがね、今おっしゃっていただいたところで、パンセクシャルっていうね、ちょっと補足をさせていただきたいんですけれども、うん、パンセクシャルは全性愛者というか、まあ、男性女性の、ということ関係なく、恋愛対象になります、性的対象になりますという方をパンセクシャルと呼んでますね。はい。ありがとうございます。初めてね、出てきた言葉です。ありがとうございます。ね、ちなみに僕、なんか電波すごい悪いんですけど、僕なさってますか？なさな感じですか今日。大丈夫ですか？
あ、わかりました。じゃあ5分に1回ぐらい落ちる可能性あるんですけど、いなくなったら。はい、すいません。こちらとしては大丈夫そうです。はい。了解です。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。ちょっとヤックンはね、なんかそういう高校時代とかもすごい葛藤があったっていうふうにおっしゃってたんですけど、キラさんは例えば学生時代とか、まあ、友人関係だったり、まあ、ご自身の葛藤としては、なんかどういったものがあったのかなっていう、教えていただいてもいいですか？そうですね。まあ、周りに誰もそういう人がいなかったとか、うん、そういう状況だったので、まずゲイっていう 男の、まあ、恋愛対象として男性になるっていうこと自体がどういう言葉なのかっていうのをあの14歳ぐらいかな図書館に行って調べたんですね。まあ、その頃インターネットがないので、であのそうしたら、結構古めかしい本が医学書みたいなのがあって、うん、それで そこには多分まだあの国連とかね、そういうところの、なんていうのかな、解明がなかったので、病気、精神病っていうところに、まあ、同性愛っていうのがあって、うん、それで、ただそこに書いてあったのは、いろいろと今、話というか、進んでいる状況で、先進国の中には、そういうのを認め始めているところがあるっていうのが書き方があって、それで片っ端にいろいろ調べて、まあ、本だけなんですけど、それで調べてもやっぱり病気でやっぱり自分を変えないといけないのかなっていうふうに思っていたのが、まあ、13とか14とかそのあたりで、でその時にはやっぱりこのままじゃ、まあ、働くっていうテーマに入っていくと思うんですけど、働くことだけなんか考えられなくて生きていけないと思って、それで遺書を書いたりとか、親に知られてしまったら親が恥をかいてしまうとか、そういう心配をすごく自分は持っていて、その自殺未遂に近いところまで行ったんですけど、学校に、なんていうのかな、やっぱりオカマとか、なんていうのかな、そういうネガティブな言葉っていうのはみんな使ったりしていた、んですけど、そういうのは今とあまり変わらないかもしれないですけど、女っぽい、弱々しい先生がいるっていう噂があって、その先生に僕はまあ、あるホームルームの助手みたいなのが、ちょっと僕アメリカだったんですけど、そういう仕事っていうかボランティアみたいなのがあって、放課後に先生が採点したものをこうまとめたりとか、そういう仕事だったんですけど、そういうのをボランティアっていうか手を挙げて、それで先生のそういう仕事を手伝うことになって、それである日先生にちょっと相談したいことがあるって言って、どこにももう行けない、死ぬほかないっていうような状況だった時に先生に行ったんですけど、1対1で教室の中で先生と面と向かったら言えなくて、いや自分が男が好きとか芸だったりな、それで泣き始めちゃったんですよね。そしたら先生が言ってごらん、言うだけで気が楽になるからって言われて、でも泣くだけで全然その時は言えなかった。それが、まあ、1週間後ぐらいに、また放課後に先生と1対1になった時に、先生が、いいんだよ、もう、言えなくてももういいから、いつでも来たい時には話に来ていいからって言ってくれて、初めてその時に僕は男の人が好きなんだっていうふうに言って、その先生からいろいろとその LGBT の NPO があるとか、今レビットさんがされてるようなそういうところを紹介してくれて、それで同年代のゲイ、まあその頃は T とか B とかあんまり言われてなかったんですけど、レズビアンとかゲイの人たち、同年代の高校生が集まるようなプログラムに参加できて、それで自分っていうものを見つめ直すいい機会ができたっていう、そういう流れでしたね。わあ、そうなんですね。先生素晴らしいですね。だから当時はやっぱり時代的なこととかも考えると、情報を得るっていうこともやっぱり今ね、さっきもやっくんが
ね、嘘ばっかりの情報が上がってたみたいなことをおっしゃってましたけど、難しかった中で、先生よくそういう知識をね、得て、団体とかもね、紹介できたりとかしてたのは素晴らしいですね。うん、でそこから結構、まあ、精神的に木田さんは救われてっていう感じだったのか。うん、そうですね。まあ、やっぱり、おじさんも先週かな、先生のトークされてましたけれど、やっぱり、私の先生は、ゲイだっていうふうに僕にはカミングアウトその時してくれたんですけれど、そのゲイだか、ゲイカミングアウトしてない先生であっても、そういう雰囲気で、温かく聞いてくれそうな先生がいたっていうのは、私本当にラッキーだと思います。そうですよね。本当にそう思います。ヤックンとかもなんかその先生とかの関係性だったり、なんかカミングアウトとか相談とかしたりしたんですか？僕はね、先生にはね、カミングアウトしたことがなかったのよ。っていうのは、誰かにバレたら生きていけないんじゃないのかなっていうふうに、まあ中高の時は思ってたから、学校の先生に絶対知られちゃいけないし、友達とかに知られたらもう絶対学校行けなくなるからと思って、うん、もうね、クラスの中で明るくて女の子らしくて、部活も勉強も頑張ってるいい生徒みたいなのをね、ずっと演じてたんですよね。うん、でも、高校卒業して、大学生になって、こう周りにトランスジェンダーだっていうふうに言って生活するようになってから、高校に、行く機会があって、実は先生トランスジェンダーなんだって話をしたら、そうだったんだ、みたいな、いう感じですごくね、スルッと受け入れてくれて、全然自分は気づいてなかったけど、アライの人、前と応援してくれる人っていうのは、こんなに身近にたくさんいたんだな、っていうふうに思ったっていうのは、すごい、自分の中で気づきでした。から、木田さんみたいに学生の時にね、出会えてたらすごく良かったな、っていうふうに思うんですけど、実はこう、学校の中で自分は一人なんじゃないか、誰も理解してくれないんじゃないかと思ってても、実は身近に理解者がいたりするんだな、っていうふうに思ってます。今、コメントでも、学校の先生って重要ですねってコメントをいただいています。はい。先生重要ですよね。やっぱ一人でも理解者がいることってすごい重要ですよね。間違いないと思います。なんか体育の着替えなどどうやって過ごしていましたかって質問が一つ来ているので、おそらくこれ薬さんかな、薬に対しての質問なんだと思うんですけど。いや体育の着替え問題ね。僕ね、中学の時はもうジャージ着てたんです。怒られるんですけど、もうジャージ登校みたいな、スカートの下にもジャージ着て、もうワイシャツの下にも、服着ちゃってみたいな感じで、着いた瞬間もうジャージになってたので、着替え特に問題にはその時はならなくて、でも制服ちゃんと着ろって、生活指導すごい何度もされてたっていうような思い出があります。スカートがどうしても嫌だったから。で、高校行ってからは、誰もいないトイレとかでスーって着替えてたので、ね、ゆっくり着替えれる場所があったらよかったんですけどね。カツオさんは？僕もそうですね。だから、僕は中学校の時は、ちょっと性自認の自覚がまだなかったので、はい、なんか他の女子生徒と一緒になんかこう着替えてって感じでしたけど、なんかこう、もにょもにょやる、なんか着替え方？こう中でこう脱いで、みたいな。なるほどね。出して、みたいな。そういうので着替えてた記憶はありますね。うん、その着替え方ありますよね。うん、先に上に来て中をこう脱ぐんですよね。めっちゃやった。やってましたね。まあ、高校時代は僕も宮くんと同じように、まあ、基本的にはジャージで生活してという感じではありましたね。着替え問題ね、やっぱり未だにね、あるのかなとは思うんですけど、質問ありがとうございました。ありがとうございます。僕もすごい勢いで着替えていましたというコメントいただきました。共感をいただきました。嬉しい。そうなんですよ、勢い大事。勢いが大事なんですよね。さささささってね、やってましたけど。だからそのまあセクシャリティね、それぞれのセクシャリティがあるかと思うんですけど、やっぱりその今日キャリア、まあ、今後のね、将来っていうのを考えたときに、やっぱりその、なんて自分のセクシャリティっていうのはどういう影響が
あったのかなって今のね考えていきたいなと思うんですけど、なんか木田さんからどうですか。そうですね、もう高校生か大学入った頃だったと思うんですけど、ふと車を運転していて、まあ、ちょっと高校生って超アメリカっぽいんですけど、車を運転してるって、前を運転している車を見ていて、僕は実際にこういうような車みたいなものを変えるようになれるのか、自分を養うっていうかね、そういう力が芸として持てるのかっていうのはすごく疑問に思ってた時期がありましたね。で、やっぱり一人前の大人に芸でもなれるのかっていうのがすごく心配になっていて、それで大学は私音楽部だったのでピアノをやってたんですけど、でもやっぱりそれだと、まあ、もっと専門性を持った方がいいかな、誰にも負けない何かこうテクニカルな技術的なものを持った方がいいのかな、そうすれば自分自身守れるし、独立しても、まあ、誰かに頼らなくてもいいっていう、そういう、まあ、人に迷惑をかけない、そういう職業だったら何なのかなと思った時に、多分、先生とかになりたい時期もあったんですけれど、そうすると周りにね、こう例としていい大人になってなくちゃいけないっていう、その社会で見られるいい大人っていうのは自分じゃないと思ったりとか、いろいろあって、それで会計士、公認会計士の試験を受けるっていう方になりましたね。弁護士、医師とかそういうのを考えてましたね。かっこいい。そうですね、だから、ね、そういうゲイというセクシャリティでも、そうじゃなくても活躍できるようにどうしたらいいのかと考えたということですよね。ヤックンどうですか。いやー、もう、いろいろ影響があったなと思っていて、小6の時に、まずトランスジェンダーだっていうふうに言ったら働けないんじゃないかって不安に思ったところから、そうなんです、そうなんです。で、ところから、でも18で、まあ大学に入って18歳ぐらいの時に、トランスジェンダーだって言って生活をするようになったので、LGBT の大人にすごく幸運なことに、いろんな大人のロールモデルに出会うことができたんですよね。なので、なんだ、働けるじゃんっていうふうに思って、すごく嬉しかったんですけど、一方で、トランスジェンダー男性で職場でオープンにしながら働いてる、ロールモデルの人っていうのが、やっぱり、あまり出会えなかったんですよね。少なくて、いらっしゃったんですけど、少なくてっていう時に、まあ、就活のタイミングで、働けるのかそもそもすごい不安だったし、トランスジェンダーだっていうふうに言って、スーツ着て働けるとこだったらもう何でもいいやと思って就活したっていうのが、大学の終わりの時でした。で、実際就活の時は、こう、その場でね、ハラスメントを受ける時とかもあったんですけど、一方で、まあ、性別じゃなくてあなたという人間を選びたいって言って、こう採用してくれるところとかもあったんですよね。で、結局入社したこうウェブ広告の代理店で、まあ、トランスジェンダー男性であるってことをこうカミングアウトして、就活をして働き始めたんですね。で、その会社は素晴らしい会社だし、今でもその上司の方すごく感謝をしておるんですけれども、なんかね、トランスジェンダーだって言って働けるなら何でもいいと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、やっぱりそのね、LGBT だから LGBT だからって思ってそればっか気にして就活してたんですけど、やっぱね、何して働きたいかとか、どういうふうに生きていきたいかみたいなことを、やっぱ社会人になって会社入って初めてゆっくり考えることができたんですよね。本当は就活の時に考えたらよかったんだけど、うんうん、会社入ってセクシャリティが自分にとって大きな壁じゃなくなった瞬間に、あ、何していきたいんだろう、何して働きたいんだろうっていうふうにもう一回自分と向き合う時間があって、で、結果、素晴らしい会社ではあるんだけれども、退職をして、NPO 法人を立ち上げて、LGBT の子供たちのことをやり始めたっていうようなところなんですよね。うん、なので、働けないんじゃないかと思ってた、まあ、働けるんなら何でもいいと思っていた、いや、でもそうじゃなくて、セクシュアリティよりも、何して生きていくか、働くかっていうのが大事なんだなっていうふうに思ってるっていうのが今っていうような感じです。はい。うん、
いや、そうですよね。僕もすごいジャック君のその気持ちがわかるっていうのは、うん、僕もやっぱ将来が見えなかったっていうか、うん、その女性として働いてたくないけど、でも男性として働けるっていうのもやっぱり想像ができなかったというか、なんかそういう全く未来がどうなるのかわからない中で、すごい暗中模索みたいなのが長かったなっていうふうにはすごく思うんですけど、北さんはなんかそういう実際働き始めて、まあ、就職活動中だったりとか、まあ、働き始めてっていうので、なんかどういった困難があったのかなっていうふうに思うんですけど、どうですか？そうですね、僕は大きな会計事務所に、まあ、就職のなんていうか就活をしてたんですけれど、その中でやっぱりカミングアウトっていうのはちょっと考えられなかったですね。で、すごい倍率だったので、うん、カミングアウトすることによって、それがその頃はやっぱり日本、まあ、今の日本でも差別禁止法とかなかなかないですけれど、うん、あからさまに差別ができる時代だったので、例えばゲイってカミングアウトしたから解雇されるとか、そういうのはやっぱり話聞いてましたし、なのでそういう中、就活でカミングアウトっていうのはもう絶対ありえないと思って、うん、で今でも海外の手法だと約3から4割ぐらいの人たちが大学でカミングアウトしていたのに、就職するとクローゼットに入ってしまうっていう状況だと思うんですけど、日本なんか今でももっとというか 100% に近いのかもしれないですけど、そういう状況でやっぱり倍率を考えて絶対にカミングアウトはできなかったですね。で、ただまあ私は EY っていう大きな会計事務所に勤めてるんですけれど、その中でシニアマネージャーって言って、我々はパートナーシップっていう感じなので、パートナーまで昇格すると出資をするんですね。なのでパートナーっていうのはキャリアの中ですごく大きなマイルストーンなんですけど、そこに到達するちょっと前に、このままカミングアウトしないでパートナーっていう、まあ、日本で、まあ、一般企業でやっぱ管理職なんですけど、管理職になるっていうことは部下からも尊敬、例えばされたとしても、もう全然技術的なとこだけであって、人間としてこう見てもらうっていうのがやっぱり大事だと思うので、それはできないし、それができないで昇格するような企業に勤めていてももうしょうがないなと思って、それでカミングアウトすることを決めました。で、今、実は、去年かな、まあ、数年前からなんですけれど、うちの州、東京とか、日本各地で行っている、いろいろな、こう、面接の時に、我々の面接をする面接官っていうのかな、っていうのは、この、見えないかな、EY の明るすぎて見えない、バッジが。バッジなんですけど、レインボーのカラーになってるんですね、EY。おー、すごい。で、あと、これがね、あ、バイセクシュアルのちょっと微妙に色が違うんですけど、あとトランスジェンダーの、この嬉しいバッジがあるんですけど、ちょっと色が違うかな、こっちの方が。で、これを、まあ、面接をする人につけてもらってるんですね、ビロの方に。それで、去年は実際に東京で行った就職面接で、3人の方がカミングアウトされたんですよ、ね。確かに。それ、私はすっごい嬉しくて、やっぱりこう、大学で活動してる人とか、あるいは自分では活動しないけど参加してる人とかいると思うんですけど、そういう人たちが面接の時点でこうカミングアウトできるっていう。うん、それで、3人とも受かったので、ですけど、やっぱりそういう世界とはすごく違ったんですけど、まあ、日に日に一歩一歩変わってきてるのかなっていうふうには思いますね。そうですよね。本当だからそうやって、まあ、昔、ね、70年代、80年代とかでね、学生時代に北さんが悩まれてた時期と、すごく、なんていうの、この調整的に変わったんじゃないかなというふうに思いますよね。はい。役的にはだから今いろんなね、それこそ
就職活動中だったりとか、うん、まあ今働くことに対しての困難を抱えている方の、うん、あのエピソードとかもすごい聞いたりすることも多いのかなと思うんですけど、はい。なんか特に思い出に残ってる、なんかそういうエピソードとかあります？そうですね。相談を受けたエピソードっていうよりも、こう、企業の皆様の、取り組みのエピソードだったりするんですけれども、本当に今の木田さんのお話のように、こう、企業の取り組みっていうのがどん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 進んでってるのが今嬉しいなっていうふうに思っていて、例えば LGBT の就活生の支援始めたの僕2013年だったので、うん、7年前だったんですけど、当時は人事の皆様とかに、いや、LGBT の就活生がいて、こういったことに困ってるんです、みたいな話をすると、うちには来たことないですね、みたいなことをよく言っていただいたんですよ。で、あれみたいな、年間何百人受けてるんだろうみたいな、何千人受けてるんだろうみたいな時とかもあったので、ゼロではないはずなんですけど、一周として可視化してなかったんですよね。もう今となっては、まあ、ダイバーシティの一つとして、と LGBT を知っていて、ね、まあ、当たり前だったり、まあ、LGBT 知らないですとか、うちにそういった人はいないと思いますみたいなことは、スタンダードじゃなくなったっていうのは、すごく社会の変化を感じますし、あとは、企業の LGBT の取り組みを評価表彰する指標が、PRIDE 指標って書いて、プライド指標って言うんですけど、うん、そのプライド賞で、まあ、ゴールド賞とか、シルバーとか、ブロンズ賞って、その賞を取ってる企業が、200社を超えまして、本当に多くの企業が今 LGBT の取り組みをしてくれていて、すごく嬉しいなというふうに思ってますね。そうですよね。だからなんか僕としてもすごくその、いろんな企業さんが、なんか進んでるっていうのがすごい可視化されているなっていう、ふうに思いますし、あとやっぱ昔で言ったら、そういう、まあ、例えばセクシャリティだったりっていうのはもうベッドの上の話でしょみたいな誤解がすごくあったのかなっていうふうに思うんですけど、でもなんか今は本当アイデンティティとして認識、ちゃんとされてきているのかなっていうふうにすごく思いますよね。はい、ということで、まあ、あとはですね、その、なんていうの、北さんにお伺いしたいのは、その、まあ、それって今、いろんな、さっき3人もカミングアウトがあったりとか、ね、やっぱりそういう、中の空気としても、まあ、こういう大きい変化とかあるのかなっていうのをお伺いしたいんですけど、そうですね、まず、大体の従業員の方が LGBT っていう言葉を知っているっていうのはすごく変わってきてるところだと思いますね。なんかすごくハッピーな、なんていうのかなと、いいところからちょっとまた下がってしまうのは、やっぱり私も今、いろいろな活動の中、企業のトップの方々とお話しすることがあって、そういう方と話していると、LGBT に対しての施策の重要性とかというのはよく理解されてるんですね。で、例えばどういうことをその企業の中でやってるかっていうのもトップの方知っていたりして、あともちろん、さっきヤクさん、ヤク君が言ってた、人事の方とかね、あるいはダイバーシティ担当、あるいは推進室みたいなところっていうのはよく知っているので、例えば今も今回出たハラスメント法とかの、トレーニングとかね、そういうのもいろいろ取り組んでらっしゃる企業もいるんですけど、やっぱりトップとその中間とこう若い世代って企業で分けると、中間の方々がまだ追いついてない企業が多いのかなっていうふうに、それはよくいろいろな企業と話してて思ってて、でも若い方々が実際カミングアウトをする、まあ、するしないあの関わらずに自分らしさを出そうとすると、やっぱり中間の方ってすごく自分のすぐ上司になるから重要で、その層の方、まあ、すごく熱い層なんですけど、どういうふうに理解を進めていくか、あるいはなんていうのかな、こう自然にその LGBT に関しても話せるようになるかっていうのは、やっぱりこれからの課題なのかなと思ったりしますね。そうですよね。大切ですよね、そこはね。うん、で、まあ、さっきヤク君がおっしゃってた、結局、こうやって今、ね、変わってきてる、ね、いろんな企業さんが変わってきてるっていうのもあるとは思うんですけど、
一番最初に学生時代働けるなら何でもいいって言って、じゃあいざ働き始めた時に、やはり何がしたいのか、どうしていきたいのかが大切なんだなっていうふうに、思ったっていうふうに伺ったんですけど、でどういう価値観を持って自身のキャリアを築いていくか、やっぱりすごい改めて大事だなって思うんですよね。なんで今になってやっぱそうやって、改めて感じることってありますか？そのどうしていきたいのかって大事だよねっていうのを、何年も前に感じたと思うんですけど、今になって思うことっていうのはどういう感じでしょうか？やっぱどうですか？そうですね。なんか、先走ってさっき喋っちゃったなと思ったんですけど、ここで言えばよかったと思ってるんですけど。そう、それは、こう、大きに感じて、じゃあ、リビットというね、団体を、大きくしていこうみたいな感じで、そのまま突っ走ってきたっていうのがあるのかなって思うんですけど、そうですね。なんか自分のキャリアどうしたいかについては、ちょっと木田さん含めて諸先輩方にいろいろ相談をしたい。この分野で頑張っていきたいなというふうに思ってるんですけれども、やっぱり今 LGBT の就活生とか、若手社会人の方とか、3000名近くキャリアの応援させていただく中で、やっぱりいつも最後に締めくくりで言っているのは、LGBT だからっていうので、仕事を選んだり、キャリア人生考えたり、ないしは個人生を考えていくっていうよりも、一人の人としてどう生きたいのかとか、その中で仕事ってどういった立ち位置で、なのかとか、その中で実現したいことは何なのかっていうような軸で考えていくのがいいのかなと思ってるんですね。なので、LGBT であるから、LGBT フレンドリーな企業で働かないといけないと思うんですよみたいな相談してくれる方もいるんですけれども、そういった選び方ももちろん悪くない、全然悪くないんだけれども、やっぱり何して働きたいのかっていうのを考えれたらいいなっていうふうに思うし、そういうようなね、サポートが提供できればすごく嬉しいなっていうふうに思ってます。そうですよね。だからそのためのサポートとかをね、こうやってリビットさんなんですよね。はい。なんか木田さんはいかがですか？なんかその、一人前の大人になれるかなっていう不安があったりとかした中で、今ご自身の年をこう重ねて、キャリアを重ねてきたとは思うんですけれども、なんか今振り返ってみると、なんかどういう価値観を持ってっていうのは何かあったりしますか？そうですね。さっき僕もヤックンの話を聞いてて、忘れないように言おうかなって、実はこの今日というか昨日書いてたところにも、そのまさにその言ってらっしゃるところが書いてあるんですけど、やっぱり自分が何をしたいのかっていうことと、自分が誰であるのかっていうのを考えていって、この職業だからいいとかっていうところだけじゃないと、つまり会社で自分の会社を持って自分の存在っていうものを考えてしまうと、会社がなくなった、会社にうまくいかなかった、会社でうまくいかなくなってしまったって言った時に、自分自身が失われてしまうので、やっぱり自分がは何が好きなのかとか、自分は仕事をすることによってこういう生活ができるんだとかね、その自分の生活とか自分の生き方っていう、そのあたりを考えるの難しいかもしれないですけど、思いながら進んでいただければと思いますけど、いくつか実はですね、貫いてきたことっていうのがあるんですけど、その言葉でなんかすごくかっこよく聞こえるんですけど、まず、なんていうのかな、仕事している中で法律に準拠したことをしていかなくちゃいけないっていうふうなのは、もうもちろんみんなそうなんですけど、そうじゃなくて、それだけじゃなくて、倫理的に、倫理観っていうのは我々やっぱりこう育ってきて、育つ中で、培われているものだと思うんですけど、その自分の持ってる価値観とか倫理観っていうものを正しいとして、それを信じていく必要があるなっていうこと。
なので正しくないことであれば、例えば人を傷つけてしまう結果になりそうな時とか、いろいろこう仕事してる時に悩むんですけど、うん、自分がここで職を失っても弱い人を守るとかね、弱い人というか弱い立場にいる人を守るとか、自分のチームあるいは部下を守るとか、そういうのは今までもしかしたらここで職を失ってしまうかもしれないけど発言をするとかっていうのは僕貫いてきたところなので、そのあたりはなんていうのかな、かっこよく見せたいために言ってるんじゃなくて、後味がいいっていうか、やってきた感っていうかね、そういうものが生まれるので、あとは後悔がないなくなると思うので、なのでそのあたりはなんていうのかな、経験談としてお伝えしたかったのと、あとは芸としての自分、皆さんとしては、LGBT あるいは性自認といろいろあると思いますけど、自分の素地を受け入れてくれない職場に頑張って残る必要はないっていうところですかね。そうですよね。私自身もなんかその、就職活動していた時って、だからこう就職活動した瞬間、就職活動しますよってなった瞬間に、じゃああなたは何がしたいのとか、あなたはどうありたいのって、その時に考えるなと思ってるんですよね。で、私はそこまで一回も考えないまま就職活動が始まって、で、私の年はちょうど氷河期で、それこそ本当にちゃんと自分の軸持っていないと、泣いてもらえないっていう、時期だったんですね。で、私自身も、ヤックンも言ってましたけど、私も途中から本当に自暴自棄になって、なんかもう自分のセクシャリティの問題もあるし、自分の軸もないし、なんかどこでもいいから本当に内定ちょうだいっていう状態で、会社を選んでしまったので、その後、改めて、自分でやりたいことこうじゃなかったっていうのを後で気がついて、で、そこからも本当に退職して、自分がやりたいことって何なんだろう、自分でどうありたいんだろうってことを、そこで、それが結果として今私の人生を振り返った時にはそこでよかったのかもしれないんですけど、でもできれば早い段階でそういうふうに自分自身がどうありたいのとか、どういう価値観を持ってキャリアを続けたいのかっていうのは早い段階で考えたかったなとは思っていますね。そうですね。確かに僕もなんかその昔学生時代とかってやっぱりそのセクシャリティと向き合うことでいっぱいいっぱいで、なんかその自分が何をしたいかっていうのを考えるこうスタートラインが遅れてしまったみたいな感覚はあるかもしれないですよね。で、なんかでもそれってなんか今聞きながら僕思ったのは、もちろんヤックンだったり、オッチーも、その時その時で、なんか違ったなとか、またじゃあ本当に何がしたいんだろうとか、考えてっていうタイミングがで、また転職したりとか、新しいチャレンジを始めたりとか、なんかでも、それもすごい、悪いことじゃないなというふうには思いますよね。なんかそういった、もちろん流動的な思いっていうのもあるだろうし、なんかそういうまた新しいチャレンジを、僕だったら30人だけど、またちょっとやってみようとか、なんかそういう切り替えっていうのはすごくまたいいことなのかなというふうに。なんかそこにね、制限しないで、本当にやりたいことだったりとか、人生に向き合っていくのに遅すぎるってことはないのかなっていうのは、すごい思ったかな。ありがたい言葉です。いやいや、なんか、でも、もちろん早めから、なんかずね、考えることは大事だと思うし、そこにセクシャリティっていうか、っていうね、そういうハードルがない方がもちろんいいですけどね。そうなんです。だからなんか今、これは一応 LGBTQ ユース向けの配信っていうのもあるので、今なんかそうやって悩んだり考えたりしてるユースの方々にね、応援の一言とかメッセージとかがあれば、一言ずついただきたいなと思うんですけど、じゃあ、秋田さんの方からいかがですか？そうですね。さっき、ヤックンが言ってたように、やっぱり相談できる人、それが会社の中とか学校の中だけじゃなくても、レビットさんとかね、そういう相談できるところっていうのをもしないんであれば、今、ウェブとかでもつなげられるので、
探していただきたいなっていうのと、あとはさっきやっぱり言ったように、こう何をしたいっていうことだけじゃなくて、なんていうのかな、自分の働いてるイメージっていうのとか、仕事場とかそういうことだけをイメージするのじゃなくて、どういう人になりたいのか、どういう生活を送りたいのかっていうところで、仕事を、選んでいければいいのかなって思ったりしますね。やっぱり仕事をまず見つけなくちゃいけないっていうのは我々みんな思ってきて学生生活してたと思うんですけど、でも絶対見つかりますので、信じて、で相談をして、それで行っていただければと思いますね。信じて、まずは自分がどうありたいのかねえ、もういつまでも考え続けてるんですけどなかなかね大丈夫大丈夫。はい、やっくんはどうですか？はい、もうすごい素敵な言葉で締めくくっていただいた後であれなんですけど、なんか今日 LGBTQ ユースのみんなが見てくれてる方が多いかなと思うので、よくいただく質問についてちょっとバーってブリーフにお答えしていければなっていうふうに思っています。まずその LGBT に取り組む企業でどうやって見つけたらいいのってよく聞いていただくんですけど、今日 EY さんの事例も教えていただいたので、もう一社知れて本当に良かったかなと思ってるんですけど他にはさっきお伝えした PRIDE 指標、プライド指標っていうふうに調べると企業の取り組みがバーって出れるから見れるからいいなと思います。他にも社名出してしまいます、申し訳ないんですけど、ジョブレインボーさんとか二次リクルーティングさんを調べると、LGBT に取り組む、企業の、情報がある、情報ページがあったりするので、あ、こういった企業がこんな取り組みしてるんだなっていうふうに知れたりして、嬉しいかなっていうふうに思います。で、あと、特にトランスジェンダーの、ユースのみんな、スーツ着るのを、とか、スーツ買うのどうしようみたいな、スーツ買えないから面接いけないっていうのをよく言っていただくんですけれども、そういった時は、もうこれも社名出してるんですけれども、丸井さんが、身長の幅広くですね、メンズ型とレディース型のスーツが、買えるので、自分の体にフィットするスーツが見つかったりするのでいいなっていうふうに思います。で、なので、なんて言うんだろうな、実は多くの企業がもう取り組んでいるんだなっていうこととか、サポートしてくれるところがたくさんあるんだなっていうふうに、まず知ってもらうことから、始めたら嬉しいなというふうに思います。僕らリビットも、オンラインでの、キャリア支援を提供していたりとか、みんなで話し合う場とかを提供しているので、ぜひ REBIT リビットで、検索してアクセスしてくれると嬉しいなっていうふうに思います。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょうどね、T シャツもね、着れましたね。これで検索みたいなね。そういう使い方もあるんだって。もうなんかテレビ番組ばりのこういうね、応募こちらからぐらいの感じ。なるほど。はい。でも本当にね、そうやってまとめていただいてるサイトだったりとか、もう今そうやっていっぱいあるんですね。そうなんですよね。いや、時代が変わってきたんだな。はい。ということで、最後にね、ちょっとの時間ではあるんですが、質問にもね、お答えできればと思うので、もし質問がある方はどんどんお答えいただければ嬉しいんですけれども、はい、コメントもね、ちょくちょくいただいてますよね。で、最近は、今お話にもありましたけど、パンツスーツでも良くなってきましたよね、とかね。はい、コメントいただいております。これ、ちょっと、難しい問いだなっていうとこなんですけど、自分の信じる道をねじ曲げないことですかね、という。皆さんいかがでしょうか。そうですね。多分その下にもあるようなこう、はい、なんていうのは、やっぱり10代の時にその道ってなんだかっていうのは、さっきもしかしたらカツオさんも言ってたあれかもしれないけど、なかなか道みたいなはっきりしたものが 目の前に見えないっていうのはあると思うんですけど。私がさっきちょっと表現したかったのは、正しいっていう感覚っていうのは多分、皆さん持ってると思うので、それをねじ曲げない、なんか正しくない、ないけど、周りがやっているからとか、その方が生き残れるかっていう、そういうのっていうのは、やっぱ後でこう後味悪いですし、
そこでそういう理由でうまくいかなかったって言ったら自分を許せると思うので、まあ、ちょっと私理屈っぽいからそういう言い方になっちゃうかもしれないんですけど、そういうふうにお伝えしたかったです。あとはその、なんていうんだろう、自分がじゃあ本当にあれこれ正しいのかな、正しくないのかなって、もし不安になったりとか、分かんなくなっちゃった時に、なんかこう相談できる、相手だったりとか、そういう機関だったりとか、まあ、そういうのを、ちゃんと自分で、なんていうんだろう、こうじゃなきゃいけないって思い込むっていうよりも、いろんな人にこう聞けるような環境を自分で、用意しておくっていうのはすごく大事なことなのかなというふうに思いますよね。そうですね。ありがとうございます。すみません。まとめ。はい。マッキーさんもね、学生の中に自分の軸を持つのは難しいですよね、ということで。本当にそうだと思いますよね。いや、人生の軸を持つのは難しいですよね。僕なんて、いまだにもうこんなになってもこっちがなってかなみたいな、もうなっちゃってますね。その中でも、カツオさんの考え方素敵ですとコメントいただいておりますので。いいんじゃないですか。あ、そうなんですね。で、なんか正解ってね、やっぱりないよなって思うので、なんか本当に自分が、これで良かったのかなとかね、思える。あと、なって思えるのがやっぱり一番いいのかなと思うので。うん。いろんな人に会って、いろんな話を聞くって私大事なのかなと思うんですけど、皆さんどう思いますか？やっぱり。すごく大事なことだと思う。大事ですよね。そのね、テーマにしてもそうですし、人生性とかね、そういうテーマにしてもそうですし、まあこうやって例えばね、ヤッくんとかも、例えばね、トランスジェンダーとか、テーマとかね、いろんなことがあると思うので、いろんな人のね、声を聞くって大事ですよね。ヤクシさん、実際どなたかに相談する機会とかあったんですか？もう、そうですね、杉山文乃さんとか、加藤さんの先輩の杉山文乃さんとかもそうですし、ね、トランスジェンダーで、いろいろやってらっしゃる遠藤まめたさんとかも、いろんな先輩に会う機会があってよかったなと思うんですけど、でも自分自身がすごい救われた言葉の一つで、どう生きても誰もが誰かのロールモデルだから、もう好きに楽しくやりなさいっていうふうに言われたことがあるんですよね。なので、なんかこう、僕もいろんなロールモデルのすごい方にたくさん会って、あ、なんかこうしなければいけないみたいな、頑張ってトランスジェンダーとしてこう頑張らなければいけないみたいに思ってた時期があったんですけど、いやいやとも好きに生きようと自分の人生だから、で、そういうふうに楽しくやってる中でも、誰かのロールモデルであるか、あるから、自分のために生きたらいいよっていうふうに言ってもらえて、すごく良かったなっていうふうに思うので、なんかいろんなロールモデルに出会って、いろんな素敵なこう、かけらを集めながら結局こう自分がしたいようにしていくのがいいのかなっていうふうに思うし、なんか軸作ろうと思ってもなかなか作れないじゃないですか。僕も作れないんですけど。でもなんかこう右往左往しながらこう見つけてくるものの中でなんかね、キャリアってできていくのかなっていうふうにも思うので、なんかこう、そういった旅路を楽しめればすごくいいなっていうふうに自分自身も思ってます。そうですよね。なんか今聞いて思ったのは、やっぱその正解を選んだりとか、なんかすることってやっぱり、例えば選び続けることっていうんですか、まあ、すごい難しいなと思っていて、まあその自分の中で選んだものを、じゃあ自分の中の正解にどう落とし込んでいくかっていう方が大事だったりとか、あとはその間違っちゃったなって思ったら、なんか自分の中でそれを反面教師にして、やっていくっていう、気持ちの切り替えっていうのはすごい大事なのかなとすごく思いました、今。はい、聞いていて。いいこと言いますね。まあでも、その、やっぱ、なんか、例えばロールモデルにならなきゃっていう、ヤックンのね、気持ちとかも、あ、ごめん、間違っちゃった、ちょっとこれは反面教師にしといてごめんね、みたいな。なんか、そういうぐらいでいいのかな、みたいなね。なんか、すごく思いました。そうですね。見てくれてる LGBTQ スのみんなの中には、いや、周りに LGBTQ の大人いないですっていうふうに思ってらっしゃる方もいるかなと思うんですけれども、そういう時は、ハートをつなごう学校とか、検索していただくと、今、いろんな LGBTQ の大人の動画が出てたりとか、
するのと、あとは、アウトインジャパンとか検索していただくと、本当にいろんな LGBTQ の大人のポートレートとかメッセージが出てきたりするので、身近にいないよって感じてる人もぜひ、いろいろ検索してくれると、いろんな大人に触れれるなと思います。あと、LGBTerとか。あ、そうですね。はい。ありがとうございます。言ったやつをどんどん上げてくれてありがとうございます。LGBTerとか検索するといろんな人のインタビューがあるので、身近にいないなと思ってる人でも実はロールモデルと出会えるよっていう素晴らしい状況があります。あと、意外に、トランスジェンダーの自分にとってロールモデルって全然 LGBT じゃない人だったりもするので、セクシャリティ関係なく LGBT であるかどうか関係なく、といろんな大人の人にどんな働き方をしてるのかとか、こう聞いたりすると、いろんなことが考えられて素敵かなというふうに思ったりします。そうですね。あとはそれプラスさっきね、話にあった自分がどうしたいのかっていうことを、やっぱりそのアピールっていうか、相談、気軽にね、相談したりとか、まあそういうのをで、こう、どんどんこう、折り合いをつけていくというか、まあ、調整していく。そういうのができる時代だからこそっていうのは、少しずつね、みんなにも分かってほしいなとは思いますよね。難しい質問も来てるんですけど。なんです企業も LGBT プラス学生の就職戦応援をしたいのですが、イベント以外でどうしたら学生さんリーチできるのか悩んでいます。ヤピさん、いかがですかね、この。ちょっと電波悪くて今聞き取れなかったんですけど、LGBT 学生イベント以外でどうアプローチできるかっていうことです。その通りです。はい。はい、そうですね。すごく、ありがたいなっていうふうに思います。例えば、こう、LGBT の学生向けのジョブフェアをやっていたりとか、LGBT の学生に向けた求人を出しているような、企業も、あったりします。で、僕らも、レインボークロッシングという、LGBT 学生等に向けた、こう、ダイバーシーに関する、こう、キャリアフォーラムをやってたりするので、まあ、そういったイベントになってしまうんですけど、イベントへの出展ですとか、もしくは LGBT 向けの、学生向けの、こう、求人サイトなどに、こう、アプローチをしていただくっていうのは、すごくいいのかな、っていうふうに思います。でも、他にすごく重要なのって、LGBT の学生たち、LGBT スペース企業名とか、企業名スペース、ダイバーシティとかで、調べたりするので、自社のサイトとかに、こう、ダイバーシティの取り組みないしは、LGBT の取り組みについて、こう、記載をいただくっていうこと、すごく大事だな、っていうふうに思います。で、まあ、採用向けのサイトにも、こう、ダイバーシティのポリシーとか書いていただいたり、もしくは、こう、説明会のタイミングで、ダイバーシティのこと、こういうことやってるよ、LGBT についてはこうやってるよって説明をいただくとか、あとはさっき木田さんも教えていただいたように、面接官の方がレインボー、まあ、LGBT を理解、応援する証っていうのが国際的に6色のレインボーなんですけれども、まあ、そのバッジをつけていただくとかすると、こう、多方面的にどう見えるかな、というふうに思います。ただ、喋り続けて。すいません。ただ、そういう時すごく大事なのって、やっぱり、そういうふうにしていただくのはすごく大事なんですけど、一方で面接官の方々への啓発とか、本当にこう来てくれた時に、公正な採用選考ができるような、研修提供とかっていうのを面接官人事の皆様、もしくは、部署の上司の皆様、マネジメント層の皆様がきちっと提供されているっていうことも、まあ、表裏一体であり、すごく重要だなっていうふうに思っています。ありがとうございます。なんか木田さんの方で最後一言ありますか？今の質問で言うと多分付け足すのはあまりないんですけれど、ソーシャルメディアとかで企業さんって出してるところがあれば、そこでも LGBT に関して行っていることとかっていうのをシェアしていくと、多分見ていただけると思いますね。ただ私がやっぱりすごい悩むのは、大学生じゃなくてやっぱり高校生とか中学生の頃から大学に で何を専攻したらいいのかとか悩んで、私も悩んでたので、そのあたりももう少し、まあ、若い年齢の方にどうリーチしていくかっていうのがこれからの課題なのかなと思ったりしますね。そうですよね。はい、ということで、もう時間がね、なくなってしまうんですけれども、もう最後に、一言いただきますか？はい。はい。ヤックンの方からお知らせとメッセージございましたらお願いします。何か、はい。ぜひ皆さん、お知らせがあったらお願いします。
ありがとうございます。僕らですね、ダイバーシティに取り組む企業と、学生ですとか、社会人の方々が、交流するレインボークロッシングというイベントを毎年やってるんですが、今年は10月の半ばから11月の半ばに、このコロナ禍のこともありまして、オンラインで実施をすることになりました。その周知っていうのは、まあ、9月頃から始めるんですけれども、ぜひ、注目いただければと思います。また、このコロナ禍に、まあ、いろいろなキャリアとか、まあ、もしくは、経済的な困難が、あるなっていう方とかも含めて、オンラインでのキャリア支援をやっております。ぜひ、リビットで検索をしていただいて、必要な方がいたら、キャリア支援ですとか、まあ、経済的にちょっと困ってるよっていうようなご相談とかをしていただけると嬉しいなというふうに思います。一緒に考えさせてください。はい。ありがとうございます。では、平さん、お願いします。はい、今、多分ネット検索すると、いろいろな情報が入ってくると思うんですけれど、なんていうのかな、自分に対して辛いような、あるいは、厳しいコメントとかも見たりとか、私も見ながら半分感情的になって、戦ってしまったりするような、すごい、まあ、なんていうのかな、難しいコメント出す人とかもいると思うんですけど、でも本当に、なんていうのかな、社会人に なるっていうこれからの中で、夢を持っていただけるように頑張っていきたいと思いますし、あと一人じゃないよっていう、こうやって支えてる人がたくさんいるよっていうのを今一度皆さんに伝えたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お時間がちょっと迫っておりますので、コメントいくつか来ているので、はい、最後ちょっと紹介させてください。みんなで幸せになりたいなと思います。本当にそうですよね。皆さんからたくさんお話を聞けてよかったです。こちらこそありがとうございます。時間が合うときに見させていただいていますが、ユースよりちょっと大人として、自分の住んでる地域でもできることを、模索し続けようって刺激を受けています。ということで、ありがとうございます。はい。はい、今夜も、はい。はい、多くの方に見ていただけて本当に嬉しいなと思っております。次回なんですが、隔週ではなく実は来週やっちゃうよってところで、8月2日日曜日の7時半から、今度は全国のいろんな LGBT 団体さんを紹介したいなと思いますので、自身の地域でできることみたいなところにつながりますね。嬉しい。もう絶対見てほしいなと思いますので、はい、来週もよろしくお願いします。ということで、本日ヤックンと木田さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。木田さん、スペシャルな時間をいただきました。ありがとうございます。また見てね、みんな。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。